品川区立品川歴史館は東京都品川区大井六丁目にある歴史博物館。安田善介品川区が1985年に設立し運営する区立の歴史博物館。原始からの品川の歴史、生活文化に関する資料を展示。資料の収集、保存や行政資料の保存も行う。地域史等の歴史を学ぶ場としての機能もあり、企画展や講演会、 子供向けの講座、親子体験講座を随時開催している。伝統的文化活動の場として、庭園に、茶室、書院を併設し、利用ができる。もともと建設地には、昭和初期に安田財閥系の安田善介の邸宅として建てられ、その後、電通の出演で設立された、財団法人、吉田秀夫記念事業財団が譲り受けて1966年に、 吉田記念館として開館した書院作りの屋敷が建っており、歴史館の建設に際しては、離れで建てられていた茶室と庭園の大部分を、そのままの形で残している。建設中には、大井鹿島遺跡が発見され、26軒に上る、縦穴式住居跡群や土器、砥石などの生活用品が見つかっている。歴史館から徒歩5分ほどの場所には、大森貝塚遺跡庭園がある。 午前9時午後5時月曜日、国民の祝日、国民の祝日が月曜日となった場合その翌日も、常設展示から大森海塚とモウス博士、東海道と品川塾の二つを柱とし、原始古代から現在までを展示。ロビーのパソコンでは所蔵する浮世絵の検索が可能。図書資料室、自動図書コーナー歴史の本や資料、約19000冊を保存。 椅子とテーブルもあり、閲覧も可能。モースコーナー大森貝塚の出土品の展示や、エドワード S モースに関するパネル展示。渓流を模した流れが2本と、四季折々の草木が配された芝生庭園。歴史館建設中に、敷地内で発見された、水金靴が修復、再現されている。元の建築物の材料をできるだけ再利用し、同じ形で復元された。 10条、12条半、水谷2三32条の回廊。当時のままの姿で建てられている。名称を、松雫庵という、2条中板、3条、4条半、水谷。定員100名の行動と24名の小行動がある。品川区指定文化財が所蔵されている。図録や風景図、絵はがきなどの出版販売も行う。中でも、 品川歴史観器用は1986年から毎年発行されている JR 京浜東北線大森駅3号北口徒歩10分京急本線立愛川駅徒歩13分ありがとうございます